はい、今日は雪降りなので車の中から八剣神社の御神渡り観測地点を撮影しています。ちょっとね、15センチくらい積もっちゃった感じなので車を降りる勇気がありません。雪氷というか、雪が湖面に積もってというのかな、溶けずに溜まって、それが凍ればもしかしたら復活かなと思ってきたんですが、やっぱ水温高いんで降った雪は全部溶けちゃってるようです。動画に映ってるか分かりませんが、さざ波の立つ湖面が肉眼では見えています。